もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは。いつかはオーロラを見てみたいなと思っている本田理沙です。今日はローズさんと2人でおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あら、いいですね。そうなんですよ。あのほらニュースになってたじゃない、なんか今年はさ太陽フレアの影響で北海道でオーロラが見えたって、うん、あー北海道でも見れたんだ。そうなんかオランダでもね、なんかその辺でもなんか見れた日があったっていうのは見ました。だよね。でもなんかね、北海道ぐらいまで下がってきちゃうと赤いんだって、うん、そのオーロラがもうなんか夕焼けじゃないけど、そう赤っぽい感じ。だからちょっとやっぱね、北のなんてアイスランドとかノルウェーとかの方で見てみたいなと思いました。やっぱり本場がいいのかな。だけど ね、カーテンみたいで綺麗だもんね、うん、そうね、あのグリーンのね。そうかなり寒いらしいよねー、らしいけど、でもね、私のね、夫の友達がね、プロポーズするところに、うん、オーロラ見ながらプロポーズするって言って向こうまで行ったことがあるのよ、そう。すごいねあんたそれで失敗したらどうすんのみたいなこと言ってたんで本当だよ。なんかさ、結構さ、オーロラってタイミングとかも難しいらしいよね。あ、そうだよね、必ず見れるとは限らないもんね。そうそう、なんかいろいろ気象条件が揃わないと出ないから、うん、かなり頑張ったね。 うまくいったのかな。あ、もちろん結婚、あのプロポーズ大成功でですね、あの結婚して、はい、かわいい娘さんまで生まれております。あらあら、それはおめでたいですねもし失敗したらとんでもない思い出になるぞっていう話はしてたんですけど結構高いよね、あの辺行くのもね。本当だよ。なんかね、ホテルとかがもうね、うん、北欧で高いじゃん、物価がね。ホテルとかも結構高いって聞いたよ。ですよね、しかも、うん、やっぱり向こうまで行くのに結構時間もかかるし、うん、一泊だけってわけにもいかないじゃないですか。そうですね。ねえ、だからすごいな、すごいけど、はい、なんかもうちょっとでもね、あの見てたら、うん、行きたいなと思いましたね。その北海道のオーロラとやっぱそういったノルウェーとかアイスランドのオーロラ見てたら、うん、やっぱ全然違うね、この色が違うのもあるし、うん、規模が違う、うん、あーなるほどね。まあそりゃね、仕方ないかもしれないですね。いつか行けるといいですね。まあそうですね。ちなみにそのね、太陽フレアの周期って11年ごとにそのなんか活発になるというか一番大きいレベルになるらしいんですけど、うん、なんかそれが今年はその11年目らしいんですよね。あ、そうなんだ。そうだからなんかそれが起こるとこの電磁波にもね、うん、影響が起きるみたいで、どうしようどうしよう、ローズとなんかこのズームできなくなったらどうしよう、インターネットが影響を受けてとかさ、ちょっと一瞬思ってしまいましたね。そうそう、なんかそういう話を聞いてさ、いやでも本当困るよなと思って、うん、今ねインターネットが使えないと本当に生活成り立たないと思うよ、うんうん、仕事とかもさ、もうインターネットがなんかちょっと止まるともう何にもできないんだもんね、本当だよね。あと GPS も影響を受けるっていうから、うん、道わかんないんだけどみたいなさ。本当だね。私なんかよく行くとこですらなんか結構覚えてないんだけども、カーナビ頼りで。あーそうだよね。あと私は道知ってても、うん、なんかあのどのルートで行くのが一番最短かっていうので結構調べたりするんですよ。へえ、うん、なんかほら結構 Google とかさ、なんか渋滞状況まで教えてくれるじゃない、うん、そうだからいろんな行き方あるけどどれがいいのかなっていうので調べたりするので、ちょっとねそれまで使えなくなったら困っちゃうよね。うん、うん、っていうのをちょっとニュースで見て、はい、なんかオーロラもいいなっていう話と、うん、通信障害怖いなと思ってました。本当だね、それ一緒に来るからね、はい、太陽フレアの影響で、ね、そう本当だよね。はい、というわけでですね、はい、今回ですね、今ちょっと太陽フレアの話はしていたんですが、あの気になったニュース、また改めてこ、はい、ここから
お伝えしたいと思います。そうだ、今日、はい、今回はさとこさんがお休みでって言ってなかったね。おっとっと、そうだそう、今日ね、さとこさんは後ほど来るのかな、わかんないけど、ちょっとね、タイミングが合わずにですね、はい、とりあえず2人で撮ってるところです。そうです、はい、今日もね、2人で楽しくおしゃべりしていきましょうね、ロッツさん。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、今日私が持ってきたニュースはこちらです。はい、はい、日本も来た、2025年日本消防士カレンダーが販売開始、仕事編と筋肉編の2タイプがあるよっていうニュースです。出た、しかも日本版もあったの、わー、すごいですね。はい、まあ、ニュースの内容をお伝えするとですね、毎年この時期になると、はい、オーストラリア消防士カレンダーの筋骨隆々な消防士と動物たちのコラボを楽しみつつポチるのが年中行事となっていたが、日本の消防士カレンダーが見たいし、はい、欲しいという声が続出していたらしいですね。本当かな、そうじゃない、もうそれでですね、日本全国えりすぐりの消防士たちが集結し、2025年版がついに誕生というわけで、なんと選べる2タイプ、お仕事バージョンとその消防服を脱いだらすごいところが見えちゃう筋肉自慢の消防士たちの休日バージョンとなっていますっていう話ですね。はい、すごいですね、いいですね、日本版も、はい、明るいですね、こういったニュースがあるとね。はい、いや、触りたい、この写真がね出てるんですけど見事な筋肉が、そうです、すごいね。いや、どっち欲しいですか、ローズさん、筋肉版と消防士版、お仕事版のそりゃ筋肉版だよ。いやいやいや、でも私はね、この消防服着てるところもかっこいいじゃないですか。で、まあね、これを、うん、そう、この下にはすごい筋肉があるんだなって思いながら見るのもいいな、そっち想像して楽しむのねだからもやっぱり両方セットで見るのがいいと思うよ。わあ、両方ポチるしかないのかな、カレンダー2個もいらない、うん、確かにね。いやー、でもどっちかって言われたらやっぱり休日版じゃない。休日版すごいよね、本当になんか逆三角形だよね、みんなねねえ、すごいすごいね、これ見て消防士だって思えない、思わないですよね、普通にボディービルダーね、そういう、まあ、そうそう、ボディービルダーのお仕事ですかって感じ、ね、あ、だってほら後ろもさ、ジムの背景だから、まあ、お仕事プラス、うん、もう兼ねて、うん、こうと、もう相当鍛えてますね、この体は。相当鍛えてますね、うーん、筋肉のつき方すごいな、これ。ちょっとね、どう、この体にハグされたら。いや、これはちょっと行き過ぎ。いや一度ぐらいは味わいたいですね、このギュッていう感じをね。そうね、ちょっと一回試してみてね、うん、試してみたいですね。ちょっと硬すぎる、もうちょっと柔らかく、ちょっと肉も欲しいみたいな、うん、あ、そうですねまあ、もうどっちも好きですよ、私もぷよってしてるのも好きですし、むきってしてるのも好きなんで、はい、まあ、ちなみにですね、こちらのカレンダーおいくらかという話なんですけれども、はい、こちらのカレンダーは、はい、1冊2200円、かっこ税込み、わーすごい、そしてなんと2冊セットで買うと4000円とちょっとお得になります。あら、じゃあやっぱり2つ買わないと2つ買うこと想定されてますね、これ面白いですね。まあ、でも、はい、売り上げの一部は被災地へということなんですけれども、なんと、はい、日本にはね、消防士さんは16万人って言われてますね。すごい多いのかな、はい、それって。うん、でもね、24時間365日って考えると多いの少ないんじゃないとか一瞬思っちゃったけど、確かに、はい、というニュースでしたね。はい、そう、過去にはですね、あれですね、オーストラリアの消防士さんもいますけど、あとは変なおっさんと鶏の構図がたまらないカレンダーとかね、いろいろあるんですけども、いろいろあるんですね、世界にはいろんなカレンダーが。そうですね、世界ウーマンもどうですか、ぜひカレンダー出してみたらいいんじゃないでしょうか。ビキニでやっぱり、あ、いやそっち、なんかほら、世界を生かしてこういろんな、なんかこう いいところみたいなさ、食べ物とかかなと思ったんだけど、こっち、いや、これ見た後も私この写真にちょっと見入ってましたすごいと思って、ビキニで行っちゃう
どうしますかね。いいですね。そうですね、まあ、デジタル版とかでもいいかなと思ったんで、ぜひちょっと検討していただければと思います。わかりました。はい、それでは今回のコラムのご紹介に移りたいと思います。はい、今回のコラムは2022年10月19日公開、カナダ在住の野田理恵さんが書いてくださったコラム、最新アメリカのライフスタイル事情、現地で感じるワーク&ライフスタイルの変化というコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、あれ、これ理恵さんはカナダ在住なんですか。あれ、これアメリカですよね。そうですね、じゃあこれはアメリカ在住に置き換えていただければと思います。はい、すいません。はい、およかった、はい、まあ、結構ねちょいちょいあるんですよ、うん、皆さんも、はい、お気づきの際に教えていただけたらちょっと事務局までご一報お待ちしております。はい、ぜひぜひ。というわけで今回は、カナダではなくアメリカ在住の野田理恵さんが書いてくださったコラムからご紹介ですね。というのもですね、これは2022年なのでちょうど2年前ぐらいのコラムとなりますね。ああ、はい、そうなんです。でこれコロナは明けてきた頃かな、うんうん、海外だとね、明けてそうですね。まあでも若干影響は受けてるっていう感じ、うん、はい。日本はまだね、断然マスクつけてましたよ、この時期はまだ、うん、日本はね、まあ、長かった。なんか1年ぐらいかかった。長かったですね。なんか、うん、そうですね。で、この時の、リエさんのコラムでは、まあ、アメリカのライフスタイルなんですけども、まあ、リモートワーク、絶賛リモートワークが主流になっていた頃ですね、これだと。はい、リモートワークで職場の人間関係にさよならって書いてあります。なのでまあそのリモートワークが結構確立してきたっていうところだったんでしょうかね、このあたりね。そうですね、はい、なんかリエさんはコロナの前からリモートをされてたっていうことはあったけど、やっぱりそうですね、職場の人間関係って難しいんですかね。どうですか、リサさん。職場の人間関係ですかね。私は、ね、意外と適当な人なんで誰でも大丈夫なんですけれども、でもやっぱり困ってる人はいるでしょうね、うん、私もそんなになんか職場の人と仕事の話しかあんまり、まあ、あとはどうでもいい話しかしないからなんか困るほどではないって感じがするそう、確かにそうですね。で、まあ、この2年前のコラムによるとですね、まあ、そのアメリカですね、アメリカでは、はい、オフィス勤務とリモートのハイブリッド環境で働く社会人およそ4000人に対して行ったアンケートですね、うん、これは職場の人間関係に関する意識調査というわけで、職場に友人と呼べる人がいると回答した人が 22% いた。パンデミック前と比べて割合が 17% に落ち込んでいる、まあ、5% ほど減りましたよということでした、うん、まあ、それはこれ、うん、親友って書いてあるよ。親友なんているの、オフィス。あ、そうだね。まあね、友人だったらちょっとわかるけど、親友っていないよ。うんうん、まあまあ、親友なのか友人なのかにもね、よるけど。まあ、下がってるんですね。うん、そうですね。まあ、うん、でもこれはやっぱりバーチャルコミュニケーションが主流になって、意思疎通が難しくなったことが影響してるんじゃないでしょうかっていう話なんですけれども、うん、でも確かにパンデミックの影響はね、ありましたね、いろいろね、やっぱ。そうですね。うん、やっぱなんか変わったよね。うん、そうですね。ちょうどね、息子の運動会があったんですけども、この間ですね、はい、やっぱり運動会って言ったら、私たちの子供の時はほら、お父さんとかお母さんが朝早くから席取りに行って、うん、レジャーシート広げて場所取りしてみたいな感じだったと思うんですけども、うん、もうね、ないの、今は入れ替わ、うん、立ち替わり制っていうか、みんな立ち見なんですよ。まずみんなが立ち見で、そう、うん、辛くないそれ。そうなんですよ。だから立ち見なんですけど、離れたところでちょっと、まあ、出番じゃないときは、子供が出番じゃないときは離れたところで座ったりとかしてるんですけど、うん、基本的には立ち見制で、5年生がやったらもう5年生の方が優先的に前に行ってください、終わったらもう下がってくださいっていうような感じでした、うん、あー、そっか、ビデオとかね、か写真とかね、撮影もあるしね。そうですね、うん、そうでね、昔はほら朝からもうね、昼過ぎまでずっと運動会ってやってましたけど、
うちの息子の学校に関してはもう、うん、あの入れ替え制で午前中が3学年午後が3学年っていう感じ で、うん、であの自分の子供がいないところいない時間は来ないでくださいって言われてるので、うん、なんかそれぐらい、はい、なんかまあ確かにずっといなくてもでしかも外でお弁当食べなくてもみたいな感じにはなってますね。食べたいよもうあのみんな教室に帰って教室でみんなとお弁当を食べる。あ、まあそうね、子供はそうだった私の時も。あ、そうなんですね。の時もあった気がするけど、でもやっぱなんかあそこのね家族でなんかお弁当を食べるのは良かったけどな、うん、あ、そうですね、そうですね、そうなんですよ。まあそんなのがあったりとか、うん、あとはもうすごい現実的な話ですけど、昨年度の体力テストの結果、日本人のですね、日本の体力テストの結果で、はい、30代後半の男性は、うん、なんと体力がこれまでで最も高いという結果が出ました。そうなんですよ。で、はい、それはおそらく、まあ、コロナ禍で運動する習慣が逆についた、やることがないとか、うん、引きこもりになっちゃうから運動しようという人が増えて、うん、でそれを継続してる人が、うん、まあ、一定数いるからでしょうねっていう話は出てました。へえ、そっか。まああれだよね、やっぱコロナでこう自粛とかしてると、うん、あの体力が下がっちゃうから、まあ、運動行こうということでそれが定着したってことなんですかね。うん、っていうよりかは多分コロナ太りって結構言われてたんで、みんなちょっとそうそうそう、それもあってそう、それもあってやっぱり男性はまあ一定数はそう運動を継続している層がいるっていうのと、逆に女性は過去2番目の低さ、うん、体力がない。なんでだろうねこの男女差ね。なんでだろう、やっぱり出ないからより出なくなった、うん、より出なくなったかもね。結構ね、うん、やっぱ女性の生活ってちょい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 こう家事とかも、うん、なんか出たり入ったりなんか家の中でも慌ただしいもんね。そうね。でも自粛になると、うん、やっぱ買い物とか外出の機会が減るし、うん、かといってそう、うん、運動しに行くほどの時間の余裕はないとか、そういうこと。そうね、確かにその通りだと思う、ね、気持ちの余裕とかね。そう、あとほら子供が学校に行けなかった期間とかあるから、結局お母さんが家で面倒見ないといけない。うん、そんなのもあったので、それでやっぱり女性の、ね、外で運動するっていう機会がだいぶ減ったんでしょうね。あららら、うん、すごいですよね、うん、その時も確かに私もあのネットスーパーとかで注文してたので、わざわざスーパーに行かなかった時期がありました。うん、私逆にスーパーしか行かなかったな、ね、多分。それもなんかこうね、入り口で スプレーして、うん、除菌スプレーしてなんか命がけみたいな気分で行ってましたけど、はいはい、そうだよね、マスクもねしてなかったもんね、うん、オランダはね、うん、そうね、電車とか公共の乗り物だけでしたね、規制が。そうだよね、バスとかね、そういうところだけだって言ってましたもんね、うん、うんうんうん、そうですね。であとはあのコロナで、あ、コラムでもう一つ書いてあったのは、はい、あのノンアルコールビールがなんか流行してますよっていう、うん、あの話がありました。はい、アルコール離れですね、うん、ソーバーキュリアスでしょ。そうそう、ソーバーキュリアスね、まあ、シラフでの付き合いみたいな感じですよね。これをね、この2年前にこれを読んだ時はね、あ、そうなのかと思ってちょっとやってみようかと思ったけど、やっぱりコロナの時はなんか飲む量は増えましたね、うん、私そういえば。あ、そうなんだ、逆に。逆になんかオンライン飲みとか増えてあったね、確かに、た気がする。でも最近ね、うん、なんか風邪をひいてしつこいなんか気管支炎みたいななんかやられて、うん、はい、まだね、はい、完全に治ってないんですよね。長いね。で、お酒飲んでも美味しくないの、うん、なんかあんまりこう、あ、そう、楽しみきれないというか、体があんまりまだちょっとまだっすみたいな、なんかもうビールがね苦くて、うん、あ、そうなんだ、だいぶ
だいぶ来てますね、それは。そうでしょ、このなんか苦さが美味しかった、うん、クーってなってたはずなんだけど、そうそう、なんか苦、うん、あれこんな苦かったっけみたいな。ホップが染みるみたいな。そうなんだ。そうなんですよね、うん、そうだよね。そう、ノンアルコールビールとかはね、よく日本でも、うん、結構種類は多かったんですけれども、うん、でもね、そう、この数年で日本はローアルコールビール、それ意味あんとかちょっと思ったんですけど、うん、最初は。あ、じゃあだからほら、普通のビールが 5% ぐらいだから 1-2% とかそんな感じ、うん、もっと低かったんじゃなかったかな。もっと低いの？ あれ3% だったっけ。 3% ぐらい、うん、2-3% かな、やってみよう。ねえ、ローアルコールビールは、あ、 1%？ そう、それは何、どういう目的なの。私はね、ね、なんか、うんうん、どっちかというと高ければ高い方が、まあ、高ければ高いっていうわけじゃないけど、やっぱり 5-6% は欲しいですね、うん、5% ぐらいは。あ、いっぱい飲むの大変だもん。いっぱい飲むの大変だ。そんな、いっぱい飲まなくてもいいんですよ。一応こう気分が良くなるまでに、やっぱ 5% ぐらいだと、なんかこう、うん、量が分かってるっていうか、まずこう500ぐらい飲むと、ね、まあ、ちょっといい気持ちになって、うん、であると思うんですけど、うんうんうん、1% だったら 2.5 キロ、5リットルも飲まなくちゃいけないじゃん。ねえ、実際大変だよ。大変だよ。しかも1本じゃ終わらないからね、普通はね。スタートだ。そうですよね、そうですよね。実際何パーセントですかね、これだと。あ、結構出てるは出てるんですけど、ちょっと探してもはっきりさせたいですね、ここね。何パーセントかな、ローアルコール。そう、確かに何パーセント以下とかのなんかこう定義もあるかもしれないね。あ、うん、やっぱりローアルコール 0.9% とかですね。へえ、何そんなんだって、なんかほとんどないのと一緒じゃん。ね、本当だね。だからもうそういうのが主流なんですって、今やっぱ。それだったら私ジンジャーエールの方がいいや。ジンジャーエールか、ジンジャーエールはあれか、生姜じゃないですか、うん、でも。そう、の方が、だってビールってさ、うん、美味しくはないじゃん、こう味だけで言うと、酔うから、うん、まあね、苦さとかなんかがいいわけですよ。いいね、確かにね。酔わないビールって、だからノンアルビールも、なんか飲まない友達と2人で飲むときは、なんかたまーにじゃん、ノンアルにしよっかなって言って飲んだことはあるけど、別にそしたらお茶でよくない、うんうん、ってやっぱ思っちゃうんですよね。でもね、飲まない人と一人で飲むのはやっぱ嫌なの、うん、あんまり。ああ、そうなん。だってほら、酔っ払ってさ、うん、こっちは心を開いてるのに向こうは全部覚えてるじゃん、うん、怖いよ。確かに、ね、何言ってるか分かんないしね。そうなんだよ、飲まない人はね、怖いのよ。へー、いや確かにそうだわ。そういう意味ではやっぱりちょっと同じぐらい飲める人の方がいいですね、せっかくだったらね。そうですね。でもそうするとね、私の場合そこそこね、なんかやばいことになっちゃうからね。うんうん、そこそこやばい。飲む人が飲む。かなり限定されてくる。で、私は、うん、でもそこまで飲めないか、なんかついていけなくなって、すげえこの人たちって思うんですよね、うん。だからやっぱ同じぐらいの人を見つけることが大事ですね。そうですね。いやでもね、本当に世界的にもですね、うん、そのノンアルコールとか、はい、ローアルコールの市場が拡大しているそうでですね、うん、もうこれはその何ですか、今回のこれは2年前なんですけれども、うん、私の最近見つけた2024年に書かれた記事によると、その、はい、ノーローっていうのがあるらしくて、ノーアルコールとかローアルコールを合わせてノーローって言われてるそうなんですけど、はいはい、はい、まあ、そのあたりが市場的に拡大してますよ。まあ、それの原因としてはやっぱりこの健康志向ですね、やっぱり。うん、はい、それ日本、はい、アメリカ、海外でって書いてあるので、かなり大きく、調査対象としてはオーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、日本、スペイン、南アフリカ、イギリス、アメリカ、このあたりです。うん、
でもやっぱ世界って感じだね、はい、そうね、そうですね、まあ、はい、確かに健康志向っていうとヨーロッパは、うん、あのビーガンとかは結構多いなって感じはする。あ、なるほどね、アルコールじゃなくって食べ物の方ね、うん、なんかね、うん、アルコールはねやっぱ結構飲むと思うんだよねヨーロッパの。あと喫煙も減ってないと思う、結構モクモクしてると思う。あ、そう、へー、うん、でもこの、まあ、ビーガンとかそこまでいかなくてもベジタリアンのメニューはもう普通のレストランでも必ずと言っていいほどあると思う、うん、あ、そうですか、はい、へー、いやでもそうだわ、あのタバコでいうと確かにうちの近くのイオンモールもコロナであの、うん、閉鎖したんですよ、あの喫煙所、うん、はい、やっぱり狭いしね、みんなマスクしない場所じゃないですか、うん、だからもう完全に閉鎖してるんですよ、もうあちこちの喫煙所が。でここ1年ぐらいでちらほらまた開き始めたっていう感じですかね、うん、うん、だから本当に喫煙者かなり肩身が狭いですよね日本だと。うんね、ではどこでもだって吸わない人からするとやっぱかなり迷惑感もありますよね、こう煙が来るから確かにね、匂いはちょっとね、あの、うん、いいんですよ吸ってるのは別にいいんですけど、その吐き出した煙も自分で何とかしてくれってちょっと思っちゃう時ありますよねなんかこう循環型のなんかあればいいんですけど、なんかそうフィルターをつけてなんか自分のところでまたどんなよ、まあ確かにね、そうでも、でもそうそう、周りのねアメリカ人とかね結構ヘルシー志向だなって思うことはあるかも最近、うん、てかちょっと行き過ぎじゃないかなって思うぐらい、もちろんタバコ吸わない、うん、お酒飲まないとか、なんか揚げ物食べなんか油とか取らないとか、あ、なんかいっぱいなんかあの白いもの取らない、なんか砂糖とか、あ、はいはいはい、小麦粉とかもね白いのできるだけ取らないように、何食べるのみたいな、ね、何食べるんだ難しいんですけど、肉も食べないの、肉も食べないの、豆だ豆だ、じゃあ豆、ま、肉もね、なんかねチキンは食べるとか、うん、あとシーフードは食べるとか、まあ、それも人によるんだけど、まあめんどくさい一緒に食べるってなったら確かにねめんどくさくなっちゃうね、それはそうかなりお店選ぶ、うん、そしでも、うん、だからね、まあ、だからお店に大体ベジタリアンメニューはあるから、だからうちのオフィスとかもねたまにカンパニーディナーってあるんだけど、やっぱりこう、うん、ベジタリアンとかあとアレルギーとか言って普通のなんか食べれないから、うん、あ、私何々食べない、私何々食べないって言うからめんどくさいなって大変だなって思って、なんかでも本当ね、でも海外に行ってなんかあの私これ食べないからっていうのをなんかはっきり言うのは結構カルチャーショックでしたね、うん、私にとっては。なんかねそれ言いたいみたいよ、うん、なんかこう自己主張の一つ、すっごいなんかさ、うん、なんかさこうあの悪いなとかいう気は全くないもんね、うん、そうだね、うん、う普通にさらって言うもんね、さらっていうかもでかい声で私食べないこれ食べたらのアレルギーだからとかそうそうそう、しかもさなんか注文した後に言われてもみたいな時とか結構あって私は困ったことがありますね、はい、それは言いづらかったのかもね本人も、うん、あの先に言ってもらえればっていうことあったりしたんですけどもね、本当よ、そっか、なんかもう何でも食べるのがいいっていうこの私の、 あの育ち方があったからそう、ね、バランスよくね、私もバランスよくがいいタイプだわ、そうだね、そうなんだよね、別に、完全にゼロにしなくてもちょっとでもいいからいろいろ食べるのはいいことだと思うんだけどな、うん、なんかねいくら健康なものって言っても偏りは良くないと思うんだよね、うん、うんうんうん、本当そう思いますね、うんうん、だってね例えばお肉にしても、まあ、油とかタンパク質が多くてもなんかこう少ないけど少ない割合で入ってなんかミネラルとかさビタミンとかなんかそういうのもそれぞれの食材でこう作用すると思うから、だからなんかもしねもっと科学が進化してもサプリメントとかだけだとあんま良くないんじゃないかなって思うんですよね、うん、やっぱ食べ物からバランスよく取る方がいいと思うんだ、そうそうそう、そうですね、私は、うん、私も大賛成だわそれに、うん、ねえ、本当にでもコロナ通してちょっと健康に対してまた意識が変わったかなっていうところはあるかな、やっぱり、ね、うん、そう私の場合なんかやっぱさっき言ったみたいにあんまり外に出られなかったし、そのちっちゃい子もいたし、
だから、うん、なんかそう食べ物に気使ったりだとか、なんかあの、うん、多少運動しなきゃとか、なんか、うん、気になり始めましたよね、コロナ禍でね。そうね、うん、私変わったかな、コロナで。なんかあった、この2年間くらいで、あっとき嫌だったなみたいな。あっとき嫌だったな、やっぱり本当出なかったですよね。出なくて、うんうん、なんかこんなに運動しなくて大丈夫なのかなと思ったけど、意外と大丈夫だったように思ってます。意外と大丈夫だった。おお。私ね、最近気づい、そう、まあ、自覚なかったけど、そう、どうだろうね。私最近気づいたことがあって、うん、なんかこ、まあ、別にこコロナ関係ないかもしれないけど、なんか足の指はあんま使ってないなと思ったの、自分の足の指を、ね、歩いてるときに。そう、うん、なんかあの息子のママ友となんかで、はい、あの一緒に歩いてたんだけど、なんかどう、うん、どうやってもなんかそのママ友の方が歩くのが早いんだよね。だけどそれは、うん、まあ多少の身長差とかはあるんだけど、なんか、うん、何かがもう根本的に違うっていうぐらい早くて、別にその、うん、ママ友歩いてるの急いでるわけじゃないのに、私がめちゃくちゃ遅いんだと思って、でなんでかなと思ったら、うん、やっぱりあのいろいろ調べたら足の指をちゃんと使えてないみたいで。調べたんだ。そう、よっぽどだったんだね。よっぽどすごい気になったのよ、なんか、うん、普通に歩いてるのにめっちゃ早いっていうか、私めっちゃ遅いと思って、なんでかなと思った。そう、そのママ友はなんか普段運動とかしてる人なの？かどうかは分かんないけど、私ずっとバスケ部だったのって言ってたお母さんで、うん、だから多分スポーツのこの体はできてたんでしょうね。うん、そうでね、それでね、足の指使ったらどうなったと思う？どうなった？足が細くなった？まあそれもあるけど、あの足の指って実はこのふくらはぎの筋肉めっちゃ使うんですよ。足の指動かすのって、だからそこでなんか足が少しね、うん、シュッとしたっていうのは、そのむくみが取れたとかそういう感じになったのはありましたね。はい、じゃあちょっと当たりだね。そう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 、うん、まあ、そういった気づきはありました。うん、足の指ってそこの筋肉で動かすんだっていうのはちょっとその時初めて知りました。そうなのね、普段あんまり意識しないからね。そうなのよ、私も意識してみますわ。そうですね、はい、まあ、そんな感じでですね、あの今回はですね、はい、2年前のコラムなんですけれども、コラム振り返りたいと思います。うん、はい、はい、今回のコラムは 最新ってわけじゃないですね、もう2年前のコラムなんですけれども、2022年10月19日公開、アメリカ在住の野田理恵さんが書いてくださったコラム、最新アメリカのライフスタイル事情、現地で感じるワーク&ライフスタイルの変化というコラムからおしゃべりしていきました。はい、はい、ではここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙とファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトはwww.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。